年間のええところ。はいはい、おはよう、こんにちは、こんばんは、MC のさとしです。MC のひとみです。さあ、第6回。第6回ということは、このラジオ、全何回でしたか？全6回そんな振り絞るようにということは最終回ですね。はい、最終回です。来ましたね、最終回。いやあっという間です ね、6回しかやってないからねあっという間でしたね、本当に。本当に慣れてきたと思ったらですよ、ね。いやどうですか、はい、感慨深いものありますか。まあいろいろありますけどそれでまとめるの、いろいろでまとめちゃうでもあっという間だったなと思って。そうだね、本当に。夏後半ぐらいからちょっともちゃもちゃして、2週間ぐらいでもちゃもちゃして、なんていうの、割とさ、ほらなんていうの、ジョギングしながら準備体操したみたいな感じ、みたいな感じでこう、今から準備体操しなきゃみたいな感じでね、だいぶ駆け抜けてきた感ありますけれども、そんな感じでね、はい。まあ、最後もね、せっかくなので、うん、はい、元気に若々しく、若くないけど若く大丈夫。人は青春がいつまでも、自分が青春だと思ったら青春だってきた。じゃあ一生青春でいるから。あ、それはちょっとそれでどうかなと思うけど、まあいいや。よし、行こう。今週のメニュー行こう。だってごめん、自分食っちゃった。ごめん。まあそんな感じで、はい、今週まずはメニュー紹介いきましょう。はい。と言ったものの、はい、今日はほぼメニューなんてものはありません。最終回なので。それ大丈夫？大丈夫。決まってるじゃないですか。なんとですね、3週間続けてゲストさんがいらっしゃいます。やったー。そしてゲストさんを迎えて今週は、うん、歓喜の歌スペシャル。イエーイ。いつもとは少し違う感じでいきたいと思いますので、最終回も演歌のええところ最後までよろしく。改めまして、おはよう、こんにちは、こんばんは。MC を務めるのはサークル青い花代表ひとみと、はい、同じく青い花のさとしです。ねえねえさとしさん、はい、お芝居を見ましょうっていう回ですか？そうだけど、そうだけど、せっかくだから、はい、そういうところを ね掘り下げたいなと思うわけですね、はい、そういうことです。なるほど。けど、はい、そんなことをしてる場合ではございませんよ。え、最終回ですからね、ということ、なん大丈夫大丈夫、これよりすごいことはある。あるから大丈夫。やったー。ということで、はい、早速ゲストさんの2人を迎えてこのコーナーに行きましょう。はい、今週の演歌ってなーにのコーナー。とりあえずこの流れはやるんですね。うん、せっかくなんでね。せっかくなんでね。そうですね、はい。さてこのコーナーではですね、会員じゃない方向けに演歌ってなーにっていうのをキーワードを一つ噛み砕いて紹介しようというコーナーなのですが、お待たせしているので、そろそろ行きましょうか。そうですね。ゲストの三上さんと高村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとお二人にはですね、軽く自己紹介というか、はい、していただければと思います。大丈夫ですよ、緊張しなくて。大丈夫ですよ。超緊張してる。じゃあ三上さんからどうぞ。じゃあお願いします。はい、ニコニコサークルの三上です。よろしくお願いします。きっかけ？ですか。本当ね、その前にじゃあ高村さんのちょっと自己紹介もお願いしてもいいですか。まず焼き隊の高村です。よろしくお願いします。お忙しい中本当にありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今日このコーナーにお二人に、このコーナーからお二人に来ていただいてるのにはちょっと訳がありましてですね。訳、うん、そうなんですよ。あ、その二人の演歌って何っていうのを聞いてみたいなと思いまして、はい、そうなんです。例えばこう入った時、こうなんで入ったかとかって多分人それぞれこう何ていうんですか、理由っていうか、こう誘われたからとか、僕例えばあの音喜多さん、あの先週出てた音喜多さんに、はいはい、おいでおいでってさ、じゃあ行くって言って僕とか入ったんですけれども、うん、お二人って何かそのきっかけとかってありました？あ、はい、うん、私は、うん、とあるところで、うん、とある活動をしてた時に、うん、私以外の人に、うん、私の元の代表の方が、はいはいはい、いろいろお芝居 見ないって声かけて、うんうん、で私の周りの彼女たちが入ったんですよ、はいはいはい、で、あ、私には声かけてくれないのかなってちょっと悲しかったんです。うん、そうこうしてるうちに、その2人が入ってた、
声かけて入ってた2人があの転勤とかで、うん、青森からいなくなっちゃったんですよ、はいはい、そしたらその元の代表の人が私に声かけてくれて、で入っていよいよあの声かけてくれたかということで入りました、まあ、見えてるのになんで私にだけ声かけてくれないんだろうってなりますよね、うん、あなるほど、もともとお芝居とか好きって、うん、いや全然あそういうわけでもない、うんうん、あただ、働いてた20代の頃かな、うん、演館にあのなんだっけ吉田秀子さんの、うん、上海版、うんうんうん、あれが来てたんですよ、はいはい、でああ見たいな、でも仕事があの残業あるし、うんうんうん、見れないな、でも見たいなっていうことで、うんうんうん、ちょっと諦めてたところはありました。なんか上海版好きすごいあっちこっちが聞くんですよね、うん、すごいいいって、うん、そう多分最近僕らも聞いたなんていうかこう、うん、覚えたワードだから余計な、うん、あここでもここでもみたいなこと結構、うん、あのなんか面白かったのとかあります、見たことあるもので、うん、って聞くと、うん、上海バウンスキンズっていうのがすごく面白かったっていう話を、うん、僕その後 YouTube でこう調べて、うん、あ、うん、みたいな、うん、そんな感じで、うん、あそうなんですね、はい、あじゃあ上海バウンスキンズは全然全然見えてないです、はい、あでもそこからね繋がって繋がって入るっていうのも面白いですね、うん、三上さんはいかがです、なんかきっかけとか。私は初めて入ったきっかけは、うんうん、職場の上司が、うん、明日からお給料から天引きします会費とか言って、でなんか気がついたら会員になってたっていうのが無理やりでも見るのは嫌いじゃなかったの、見るの好きだよねとか言われて、うん、はいとか言ってそんな感じで入って、あ、はいはい、でまあ、その職場辞めた時に一回退会して、あ、うん、でまたあ見たいなと思ったんですけど、うん、これ一サークル制 で、うん、でその時友達いなくて、うん、3人誘えなくてまあでもそうよくよく考えてるのは分かるんですけど3人誘うって結構ね、うん、重労働ですよね。そうそうそう、そしたらとあの周りで見てる子がいて、うん、であこの人私を誘ってくれないかなって、うん、待ってた待ってた待ってた、でも2年ぐらいやっぱり声かけてくれなくて、うん、あそこその花の44年組とか言って、うん、なんか昭和44年生まれの人たちの集まりだったみたいで、うん、私はあちょっと年が違うんだと思ってでもなんか、はいはい、そうそう話とかすると、はい、なんかすごいそれ面白そうだねとか言ってたら、うん、見たいのって言われて、実は見たいのでそれが今入って、それからずっと、うん、あそうなんですね、あ、待ってたんです、ね、奥ゆかしいよねなんか2人とも共通してることが、うん、待ってたんですね、はい、誘われるのを待ってました、うん、なかなかでもこういいね誘ってよっていうのもちょっとなんかこうおかしい、何かこう、うん、うんってなりますもんね、うん、そう僕も確かその誘われる1年前に、うん、あの東京行進曲1980あれやってて、うん、僕あれすっごい見たかったんですよ、うん、けど、まさかなんか聞いてたんですか、僕あの劇団四季というところに在団してるんですけれども、うん、あのカレンダー貼ってあるんですよ毎年、うん、あの例会の例会演歌の、でそれ の月めくりのやつを見てて、うん、絶対こんな面白くないわけないじゃんと思いながらこうその、うん、稽古場に行くたびに、うん、まあ、どうしようかな見たいけどな、うん、どうしようかなって思ってたら、うん、それが終わった2回後ぐらいにやっとこう、うん、じゃあ入るっていう話になって、うん、だったら2回前に入ってくれたかなと思って、あれ見たかったんですよ、うん、なんかこうお二人こう例えばこう今まで見た中で、うん、あれ良かったなって今、まあ、あの高村さんは上海バンクスキンズっていう話が出て、見てない、あ見てない見たかったなみたいな、見たかったなとかでもいいですし、うん、こうなんかあの、まあ、見て良かったとかっていうものでもなんかあります、三上さんとかも。私はあの高村さんと初めて会った例会があって、うんうん、はいはいはい、劇団 NLD の毒薬と籠城っていう、あれ毒薬と籠城だよね、うん、渋谷鉄平さんが来たやつ、はい、で、なんか運営とかやってるんです、うんうん、2人ともやってるんですけど、あ、はい、あの初めて交流会とかいうのを、はい、出たんで、交流会ってなんだって思ってて、うん、なんかただの飲み会だったんだけど、うん、その時はでその時、はい、高村さんが今うちのサークルに入って高村さんですとか言って、あの例会も見てないのに交流会に来て、でその時に初めて会ったんですけど、で私も交流会初めてだし彼女も初めてだったんだけど、なんかそれがすごい楽しくて、はいはい、交流会っていいじゃん、いいじゃん、いつもやりたいじゃん
月1ぐらいでやるってくれる毎回行くの、ね、そう劇団の人との交流だったんですけど、うん、名前も知らない劇団の人のサインもらって、うん、僕のサインあげるから T シャツ買ってとか、うんうん、言われたりで、ね、はいはい、ついでに渋谷哲平さんのサインももらってあげるから買ってって言われて、うん、あの時に出演した人のサインいっぱい入った T シャツがありますね、うん、まだ、交流会組、うん、あ、組っていうのもおかしいですけど、うん、交流会接点からの今までの付き合いっていうことですよね、うん、あ、そうなんですね、うん、あんまりこういう話を自分たちですることはあってもこう、ね、聞く機会ってなかなかないじゃん、他の人からこう、うん、情報っていうか、そうで交流会とか交流会っていうか、今で言うだから、おしべり会とかでも、そう、全然知らないサークルの人の、うん、全然知らない人の感想を聞いて、うん、あーって思ったりとか、うん、っていうこともあったりとかで、うん、なかなかこういう機会ないので、うん、なんかちょっと面白いですね、うん、面白いね、うん、この後はまだ話しちゃいけないよ、2人にはまだまだ一緒にいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の例会、さてさて、いつもは以前の例会の話を感想を発表していますが、はい、今日はですね、この4人で歓喜の歌、まだ見れてないので歓喜の歌以外の今年の例会のお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、うん、その中でもですね、お二人に思い出深い2つを選んでいただきたいので、その話をしたいなと思います。こうあります、今年、だからメディアでしょ、うん、夢千代、うん、文那月光の夏、うん、新神、はい、と、まあ、5本もうすでに見たかと思うんですけれども、あ、いやあれはとかてか、なんかメディアは、うん、あ、そう、あの平さんが出演されてて、見た時もすごい、あ、すごい芝居見たとか思ったんですけど、うんうん、その後に平さん亡くなっちゃって、うんうん、あ、2月に見といてよかったなって、うんうん、あと運営サークルの特権としまして、はい、お出迎えお見送りがあるんですよ。あ、はいはいはい、で、お見送りに行った時に平さんが、山ぶどうの原液が欲しいっていうことで、うん、原液、ぶどうジュースみたいなこと、うん、多分 100% 山ぶどうの濃いやつが欲しいって言ったから2人で、そう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 、走ってだってそうですね、うん、お見送りってことはもうあと30分くらいになるから、うんうん、さよならってなってる時に、なんかどうしてもデパート行ったけどないのでって言って、うん、じゃあこの駅の近くだったらそこにあるかなとか言って2人で走って、うんうんうん、A ファクトリーまで走って、あ、はい、ありそうですね、あそこ、うん、でもなかったんですで仕方ないから、カシスの原液と、あとなんかそれっぽいやつ2種類買って走って戻ったら、うん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 、もう中に入っちゃって、あ、渡せなかったってこと、今回には渡せなかったんで、膝がもうなんか痛くて時間がかかるので、すいません先入りましたって制作の方が、うんうん、あ、そう、か膝が痛くてあんなに、そうなんですよ、 そっちの方がいい、うんうん、で王女メディアを見た時に、あの、はい、あの若い俳優さんと平さんがいて、喋、はいはい、っちゃっていいのかな、顔の大きさが全然違ったんですよやっぱり若い役者さんは顔がすごいちっちゃかったんだけども、あ、でも舞台に出るとやっぱり顔が大きい方が絶対舞台映えするんだなっていうのがね、表情も、ね、見えますしね、うんうん、良かったですよね、うん、メディア、僕またこの話をし始めたら、うん、多分僕30分くらい喋っちゃうので割愛しますけど、うん、そう、それこそこの前、うん、つい1ヶ月ぐらい前か、だから平さんのお話聞いて、あ、見る、なんですか、こう、見る時期っていうか、見れるタイミングだったのかなとかっていうのをすごい感じて、だって僕最初、あ、なんかそういうのかなってこう、去年の段階で、例会の発表された段階でメディアが一番多分そんなに期待もしてないしって思ってたら、あ、こんな好きなのないな、久しぶりだなみたいな感じだったので、そう、だから見れる、あれ多分1年違ったら見れなかったですし、すごい良かったなと思って、ひとみちゃんはどうだった？私は平さんに最後その、カーテンコールの時、役得みたいな感じで、ワインを担当だったんだっけ、担当で、
でその時にそのワインの入れるカゴとかを、まあうんうん、あのケンさんがあのサークルのね同じ仲間のケンさんが作ってくれたのを、うんうん、それにワイン入れて、うんうん、渡して、うん、ですごいこう笑顔だったんですよ、間近で見た間近でああみたいなで拍手もできてすごい、うん、そういえば、うん、あの時ってバレンタインデーが近くてレイカイで男子はチョコ作って詰め、ね、なんか噂では、ね、一言みたいな出演者が全員男性だから、じゃあ今バレンタインも近いからチョコ送るか、うん、立ち入れでって感じで、うん、話になってね、うん、で手作りのチョコだったもんね、当日ね朝7時半とかだっけ8時とかだっけぐらいになんかその、うん、要は前の日にこう冷やし固めなきゃいけないからっていうので、うん、前の日の夜に行ってやって、うん、次の日詰めなきゃねっていうので、うん、でも人数多いから、うん、結構いっぱい詰めなきゃだねっていう話になって、うんうん、あのね8時ぐらいから朝で詰めて、うん、味見してみたいな、うん、ちょっと味見してちょっと可愛くしてちょっと味見してみたいな、うん、メッセージも書きましたねそうそうそう一つ一つに頑張ってねとかなんか、うん、楽しみにしてますとかなんか一人10枚だよこういう字はちゃんと女の子が綺麗に書かれるから懐かしいやったね結構楽しかったですね、うん、そうだねなんかそうだね差し入れこうさ毎回こう多分話に出ると思うんですけど、うん、いわゆるだからその食おかずというか、うん、食事的な多分差し入れと、うん、あとはまあそれこ そのバレンタインが近かったからっていうのもあったりとか、うん、毎回多分その違うじゃないですか、うん、そうですよね それ考えるのがね、うん、意外と面白かったね楽しかった、うんうん、そこが運営サークルの楽しいところですよ ね、うん、なんかこうね、うん、あれあげたんだじゃなくて、うんうん、あれ俺が考えたやつあのお花あげる時も多分あれですよね、うん、お花もサークルの上サークルの方々でこういうのこういうのってやってるんですよね、うんうんうん、行きつけのお花屋さんありませんかとか言って、うんうんうんあのよくあげたお花を会場に返してもらう演出あるじゃないですか、うん、投げる、うんうん、あれもうさっき言った、ねうん、NLD さんが、はい、あのいやできればお酒が嬉しいけど、うん、もしお花をくださるんであれば会場に戻したいので、うん、とかいうでそこから あれそれいいじゃんみたいな、うんうんうん、去年だかのオーマイママってそうでしたよね、うんうんうん、あそうなんだ、うん、お花を返すみたいなあれもなんかこうああこういう文化あるんだっていうか、うん、こうあの多分普通にライブとかコンサートとかだと絶対まずそもそも花あげに行くことがこう並ばれないことでもないし、それが帰ってくるのを僕初めて見て、うん、あーと思って、うん、こういうのあるんだみたいな、うん、なんかもらった人すごい嬉しそうに帰ってくる会の、うんうん、私拾いました、いいな拾ったの何でもやるね人みたいな何でもやるねあ、そう、なんかおかん、あと去年の話になっちゃう、今年の話じゃなくなりますけど去年のおかんの嫁入り の時やったあの、うんうん、もう、元光源氏のあの、はいはい、佐藤あつひろくん、あくん、あっくん、そう佐藤あつひろだったから、そう、あっくんが来た時に、うん、ちょうど僕割と前の方の席だったんですけど、うん、あのこう、それこそその時も投げ返すやつで、うんうん、あの、割とそのファンであろう、うんうんうん見せれないのがダメですけど、グリーンみたいな感じになってたりとか、うん、ああそっかってこう、うん、渡してまた返してもらうっていうのってまた、うん、多分普通に渡すのともね、うん、普通にもらうのとも違うのと思います。なんか劇団ってそのツアーで東北回ってるので、うん、あのお花持って行っても結局、うん、飾れないし、うん、次また違うとこ持っていかなきゃいけないっていうんで、うんはい、あんまりお花あげるよりは、うん、消え物っていうか、ね、消え物あの体の中に消えていくものの方が、うん、あお酒とかお菓子とか、はい、あの喜ばれるんですけど、うん、そうですよね、日本酒もでもなんかね、綺麗な女優さんにこう一生瓶あげて思ってなっちゃうああそうか、なんかこうね、ワインがいいとかってこうおっしゃってくださる方もいますし、こうこういうものからもってしてもらったりとかね、しますけど、そんな感じで今年の例会の中からメディアのお話をお二人にしていただきました。じゃあこの後はですね、もっとアクティブなコーナーが来ますのでちょっとアゲアゲでアゲアゲということで、今年の例会のコーナーでした。歓喜の歌特別企画クイズ、歓喜の歌を歌うのは誰だ。さ
さあラジオっぽいの来ましたよ。来ましたねラジオっぽいの、うん、ということで今回は特別企画として、はい、ひとみちゃんも入って3人が、はい、3人に、歓喜の歌にまつわるクイズに答えていただきたいと思います。はい、今回大工にちなんで全9問になっております。で正解数が多かった方にはなんとラジオっぽいので、はい、プレゼントがあります。イエーイ。でですね、今回、問題の途中で分かったらもうすぐ挙手していただいて OK ですので、はいはい、で挙手した一番挙手した私が早かったと思った人から答えてください。はい、はい、はい、どうしてもバッティングしたなと思ったら僕の方でこうはいってこう、はい、指示するのでよろしくお願いします。基本早いものが、ね、そう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 、行ったもん勝ちです。行ったもん勝ち、はい、出してとりあえず出してみたいな、一回休みとかもないので、うん、好きに答えてください、はい、ということでですね、まず、例題からじゃあちょっと行きたいと思いますので、はいはい、では例題、じゃじゃん、交響曲歓喜の歌の作曲者といえば、はい、はい、メンデルですが、はい、あ違うメンデルじゃないやはいはいはい、ベートーベン、あなんですけれどもベートーベンの出身国はどこでしょうか。はい、はい、ローマ、はい、って言うと、ドイツ正解です。こんな感じです、はい、合ってます、完璧です。今の流れでこんな感じで、ではですね、まずじゃあここから本番ですので、はい、いいですか、はい、血で血を洗うのだけはやめてください。ここで血、はい、手さえ出さなければ OK ですので、はい、他にルールはありません、はい、それでは、はい、いきます、はい、第1問、じゃじゃん、はい、舞台歓喜の歌の演出脚本家は誰でしょう、はいはい、横内健介さん。早い合ってます、正解です、横内健介さんです。さてそれではですね、第2問いきますよ、どんどんいきますよ、はい、では横内健介さんの本籍地はどこで、はい、はい、青森県、あ青森市そうこれ本人団なんですよね、これ、うん、そう僕も調べたんですけど、うん、全然答えが出てこなくて、うん、でも合ってます、三上さん正解です、はい、青森県青森市でした。それでは続いて第3問、はい、舞台歓喜の歌の原作となったら楽譜の作者は誰でしょうか。はい、はい、高村さん、立川志の輔さん。早いですね、待って、ひとみちゃん負けだよ、負けてるよ、高村さん今1ポイントです、おばさんパワーに負ける大丈夫です、これ取りに行く企画ですから大丈夫ですよ、続いて第4問いきます、はい、舞台歓喜の歌の制作の話を持ちかけたのは、うん、青森、はい、はい、はい、青森演劇鑑賞協会の鎌田さんです。完璧なお答えです、完璧です、そうです、青森演劇鑑賞協会で、しかも事務局長の鎌田さんが、今回この歓喜の歌の制作の話を持ちかけたということでした、はい、さあ第5問どんどんいきます、もう半分きましたからね、やばい第5問です、ひとみちゃんこのままだとゼロ点ですから、ね、頑張れ、とりあえず答えていきましょう、ではいきます、ではこれも次の問題、もう数字言ったもん勝ちですから、では交響曲第9番歓喜の歌の初演は何世紀でしょう。え、何それ、言ったもん勝ちです、数字を言った、はい、高村さん、19世紀、すげえ、すげえ、だから言ったもん勝ちってということで19世紀でした。ここまでですね、高村さん大リードです、4ポイントちょっとお二人がちょっとギア上げていきましょう。やばいさて続いていきますよ、はい、第6問、映画化、ドラマ化もされた歓喜の歌ですけれども、映画もしくはドラマで主演を務めた人のお名前を、はい、はい、大泉洋、おドラマ版大泉洋です、映画版はちなみに小林薫、あということはじゃあ 0.5 ポイントにしましょう0.5 ポイントにしましょう。さあ第6問まで来ました、あと残り3問ですよ、はい、残り3問、さてじゃあ第7問いきます。さて、はい、扉座が以前青森に来て行った霊会といえば、はい、はい、アトムエンド行こう必死ですね、合ってます、アトムへの伝言です。さて第8問、これみんな情報入ってきてます、大丈夫かなこれいきますよ、はい、舞台歓喜の歌の中では劇中コーラスがありますね、はい、そのコーラスで歌われるのは歓喜の歌ですけれど、ゴスペル隊が歌うジョイフルジョイフル、はい、はい、高村さん、天使のラブソング、はい、三上さん、ジョイフルジョイフル、ジョイフルは何の映画で使われたでしょうでした、何の映画で使われましたか、はいはいはい、どうぞ、天使にラブソングを2、おー正解、正解、三上さん来ましたよ、正解です、大丈夫です、必死だ、意外と接戦ですよさて
なんとですね、最終問題です。第9問です。待って、今何ポイントかちょっと待って、紹介しますね。高村さん1、2、3、4、高村さん4ポイント、ひとみちゃんが、1.5ポイント、で、みかみさん 2.5 ポイントですので、最終問題はスペシャルクイズにしたいと思います。正解すると10ポイントもらえます。ただただいきますよ、早いもん勝ちですからね。第9問ラストです。舞台歓喜の歌を上演する劇団は扉座ですが、扉座の結成当初の名前は何でしょう。はいはい、三上さん、前任会議ということで、なんとしました、高村さんあんなに答えたのに以上で全9問おしまいです。さあ、一番ポイントを稼いだのは全部でですね、12.5 ポイントを稼いだ三上さんが1位となりました。イエーイ、おめでとうございます。第2位がですね、ちょっとしか答えてない4ポイント獲得の高村さんでございました。そして、はい、ビリケツ、はい、2.5 ポイント、はい、ひとみちゃん、あ、違う、2.5 ポイントじゃない、1.5 ポイントひとみちゃんでした。ということで、1位、2位、3位無事決まりましたので、はい、豪華な景品を紹介していきたいと思います。まず1位を取ったですね、三上さんにはですね、歓喜、はい、の歌のパンフレットを差し上げたいと思います。まだ品物ないんですけど、予約ということで、ありがとうございます。でですね、はい、第2位の高村さんには、はい、演劇鑑賞、青森演劇鑑賞協会60周年、うん、クリアファイルをプレゼントしたいと思います。そっちがいいな嬉しい。で、第3位になったひとみちゃんには、はい、たわしをプレゼントいたします。おー、それもいいな嘘、あれ3をつけたつもりだったんだけど、みんな意外と面白くて1位、2位、3位欲しいものもらえました。はい、はい、おかげさまで。はい、たわしでよかった。たわしでよそうします。そうだね。年末も近いからね。年末、あ、そうだね。年末も近いからね。お掃除してください。お掃除、お掃除。さあ、ということで、意外と白熱しましたけれども。以上、何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 でもない。あ、違う。びっくりした。まあ、もうすぐ、まあ、エンディングですが、そうですね。お二人には最後までお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いします。以上、歓喜の歌特別企画クイズ、歓喜の歌を歌うのは誰だでした。はい。このテンションのままエンディング撮って大丈夫なのかちょっと心配ですけれども、以上で、今週の、放送ですね、今回これでラストエンディングとなっております。はい、はい、お二人、お忙しい中ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ラジオ出演。すっごい楽しい。あ、よかった、よかった、楽しかったです。あ、よかったです、はい、なんかお二人ともちょっとこの前の週、コーラスの練習の時にお願いしますねって言ったら、はい、はいっていうなんか、マイクの前で黙ってうなずいて終わりそうだとか言ってたっていう話になってたので、ね、よかったです、楽しんでいただけて、はい、そしてですね、なんとですね、はい、お二人に来ていただいたこの第6回で、うん、オープニングでも読みましたけれども、最終回なんですって。続かないんですか。あ、そうそうそう、その話、あ、うん、ありがとうございます、いい振りをなんとですね、うん、先週ちょっと先週ゲストで来てくださった音喜多さんに、うん、オフのところでちょっと指令が出ました、ミッションが出ました、うん、いや、今回の歓喜の歌を今年最大人数で迎えられたら、うん、ラジオのおかげってことにしたらどうっていう、うんうん、ということは、まあ、つまり僕らがその分人数こう、うん、お願いしますってするだけじゃないですけど、うん、っていうことで、もしかしたら続くかも、かも、かもしれないです、うんうんうん、かもしれない。まあ、かもで、しかもあと、でも今700人超えたんですよね。そう、700人切ったけど、またちょっと復活してきたということで、うん、で、歓喜の歌まで大体2週間ぐらい、はい、配信からあるはずなので、うんうんうん、その間にちょっと、何人ぐらいすればいいのか分かんないですけど、宣伝して、このラジオのこともこういうこともやってますよっていうのも含めて、で、歓喜の歌ね、せっかくコラスの時もちょっと話になってたかと思うんですけれども、まあ、青森に来て、青森初でやったものだから、一人でも多くの人に見てもらおうっていうのちょっとね、ですよね、そう、なので歓喜団も責任重大、そうですね僕らも、そうですね、まあ、次回があるのかないのかは分かりませんけれども、
いかがでしたか、ひとみちゃんは。私はまあ今回はとても楽しかったですね。今回はいつも楽しいけど、今回は私企画としてクイズやって、そうだね、すごいこう接戦して、接戦の結果 1.5 ポイント取ったからね。 1.5 ポイント取ったから、たわしもたわしももらえたから、すごい楽しくて、結構こうあの私の友達とかにこう、うん、やってるよってお知らせしたりすれば、なんか頑張ってるねってでもなんかひとみちゃんのそうやって芝居好きな気持ちとか、うん、なんか演劇表明たいなって気持ちとか伝わってきたよとか、なんかちょっと最終回っぽいいい話え、最終回にならないかもしれない、ならないかもしれない、あ、ちょっとダメだよそういう締めっぱな話なんかそうやって、ね、結構応援っていうか、うん、見てくれてる人もいるんだなと思えば、うん、またちょっと続けていきたいなっていうのもあるので、ね、まあ、頑張って、ね、まああと何20人くらいが増えるかどうかにもかかっているので、うん、ちょっとね最終回じゃなくするために、じゃあ僕らももうちょっと頑張りたいと思う、声かけ、さっきのお二人みたいにこう待ってる人たちもいるわけですからね、うん、テンション上がりすぎてちょっと待ってる人たちもいるかもしれないから、いろんな人にこう、うん、声かけ、声かけて、あのぜひぜひ今後ともあのお会いする機会多いと思いますのであのよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ゲストに来ていただいた高村さんと三上さんでした。では、またね、いつかどこかで会えるといいですね。このラジオか何か分かりませんけれども。はい、じゃあ、演歌のええところ、はい、みんなで見つけましょうね。はい、では、バイバーイ。バイバーイ。